岩井さんは NIC を修了後、カリフォルニア州立大学ハンボルト校の理学部を卒業されまして、帰国されまして、北海道大学の大学院生命科学院の博士課程を修了しまして、現在理化学研究所研究員、よくノーベル賞ですね、日本で出すような方が務められていらっしゃる、研究でございますけれども、つい最近ですね、今年、岩井さんの論文がですね、このネイチャーと米国企業アカデミー世界三大科学誌の方に、今年乗りましてですね、5年後に全世界の教科書に載るそうです。これすごいですね。その岩井さんから夢を夢で終わらせないというお話がございますので、ぜひご期待いただければと思います。岩井さんですけども、こちらの方にですね、題名にございますが、新聞小学生からバイオ研究者へということで、彼もですね、非常に苦労しながら NIC 生活を通して、留学、そして、現在に至っております。お手元のですね、黄色い、パネリストの方ですね、中の方もぜひ、お手元のご覧ください。あと目の前にあるスペースもね、お菓子食べてると思うんですけども、もし行き渡ってない方いたら前の方にね、どうぞというふうに、少しチョコレートで食べてですね、リラックスして、お話を聞いていただければと思います。でお迎えください。皆さんこんにちは、NIC 準期生の岩井正和といいます。私は、現在理化学研究所というところで、ライブセル分子イメージング研究チームというところで研究をしています。で、夢を夢で終わらせないっていうなんかタイトルなんですけど、僕が NIC にいた頃とか高校生の時とか、まさかこんなところで今日夢について語るなんてもう夢にも思ってなくて、もういいのかなって思っちゃうんですけど、でも昨日も準備してたんですけど、今日のスライドをで、もうなんていうんですかね、このタイトルに負けないようになんとか作らなきゃと思って、もう1時間しか寝てないんですけど、 NIC 卒業してもやっぱり睡眠時間 NIC 代わりになると睡眠時間が少なくなってしまうんですよね。でもこ の, 夢を夢で終わらせないっていうのは、僕が今まで生きてきた中でもこの言葉は欠かせないですし、これから生きていく上でもこの言葉は欠かせないので、こういうタイトルで今日はお話しさせていただきます。で、高校時代の夢なんですけど、さっきも国際関係の勉強がしたいとか、皆さんいろいろ夢を持ってらっしゃるようなんですけども、夢って何でもいいと思うんですよね。夢を持つこと、夢を探すことが夢っていうのもよくありますし、で、僕が高校時代に、抱いていた夢はお花屋さんでした。で、別にお花屋さんがのほほんとした人生とは言ってないんですけど、お花屋さんになって、のほほんとした人生、のほほんってね、なんか字にするとすごいあれなんですけど、本当のほほんとした人生で、でもう毎日楽しかったら、それでいいかなって、その時は本当に本気でもお花屋さんが夢でした。で、なんでお花屋さんが夢になったかっていうと、ちょうど今ぐらいの時期に、高校3年生の今ぐらいの夏の時に、ある予備校で、夏期講習、短期の夏期講習を受けていて、世界史は僕文系だったんですけど、世界史を受けてました。で、そういう、予備校に通ったのも初めてで、階段教室で100人とか200人とかなんか高校生がいて、みんな真剣に勉強してて、なんでこんなみんな真剣に勉強してるのかなと思って、
で講義の先生もなんか言ってることが全部カタカナで意味わからないしね、何でみんなこの勉強してるのかなって疑問に思ったんです、授業中に。でその時にもう何て言うんですかね、もう答え、その時の僕の答えは、みんなが大学受験の勉強してるからっていう、みんな大学行くらしいし、じゃあ僕もまあ行こうっていうふうにその時は思ったんですよ。でもみんなが進むから大学に進むのかって帰り道に考えてて、なんかやめようと思って、もう大学進学なんてもうやめよう、目的なしに大学進学してもお金と時間も無駄し、もう勉強もやめて大学も行かずにお花屋さんでアルバイトして、アルバイトを頑張って、でもういつかそのお店を乗っ取って、でそのお店をもう売り払っちゃって、でその売り払ったお金でトラックを買って、でトラックで毎朝お花の卸業者さんがあるのか知らないんですけど、お花行ってお花を仕入れてきて、でもそのままその足で団地とか行って、団地の奥さんとお話ししながら、で、あ、どうですか今日のこの花みたいな感じで、もうそうやってもう本当にのほほんとしてればいいかなって、もうそのもう底辺がもうこれなんですよね、僕の場合で。本当にもう高校3年生の今ぐらいはそういうふうに思ってたんですけど、今の夢っていうのは何かと言いますと、宇宙飛行士になることです。で宇宙飛行士になって国際月面基地の微小重力環境、無重力ですね、無重力に近い環境で植物学だったり医学だったり物理学っていう研究をすることが今の僕の夢です。でもう全然の方法としてないんですけど、どっからこのお花屋さんから宇宙飛行士に変わったか、もうそれはもう紛れもなく NYC とアメリカの留学に進んだことです。でさっきも近松さんに紹介していただきましたけど、ネイチャーって論文がね、今年出たんですよ。であと PNS っていうのもアメリカ科学アカデミー企業っていう論文が出たんですけど、僕高校の時文系でしたし、で勉強も全然知らなくて教科書の中身知らないのに、やれば教科書の中身を作っちゃうってことになるっていうのがちょっといいのかなと思っちゃうぐらいなんですけど、でもやったらできるっていうことなんですよね。